どうぞ。これから島野の泉さんにブース内の紹介であったり商品の説明をしていただきます。はい、島野ブース大変混み合ってますね。混んでますね。すごいです。泉さんにこの見つけますかね。あ、泉さん、すいません。わざわざ持ってきていただきました。わざわざ泉さん持ってきていただきました。近いですね。ものすごく近いです。持ってきましたよ。はい。そちらの。持ってるんですか。はい。取っております。よろしくお願いします。可愛いですね。はい。こちら、一押しのマーメイドアングラーなんで、よろしくお願いします。素敵です。素敵です。はい。それではお願いします。はい。ですね、まず、島野さんの推奨したアイテムはですね、はい、エクステンス のレバーブレーキですね。レバーブレーキですね。もう乗ります、はい、去年出たモデルなんですけど、はい、もう生産が間に合ってません。間に合っておりません。めちゃくちゃ売れてますめちゃくちゃ売れてます。売れてます。売れてる顔でしたね、はい、今でしょ。悪い顔してないでしょ今。そうですねすごいね。やっぱりね、レバーブレーキは、はい、もうね、やばいです。やばいですか。どの辺がやばいですか。この棒です。この棒、棒がやばいですね。この棒がやばいです。棒がやばいですね。これがあれば、はい、バラシが確実に減りますね。はぁ、やはり魚がやっぱりその鈴木釣りってすごいバラシが多いんですよ。多いですね。それをね、確実にバラシを減らすことができます、はい、減らしますね。この道具で。この道具ですね。あとはですね、はい、その不意の突っ込みとか、はい、テンションを逃がすことができますから、はい、より細いラインを使える。あで、となると遠くに。そうなんですよ。やっぱりね、ラインが細いと飛距離が出ますから、はいはい、あの出会える魚の数が飛躍的に向上しますね、はい、そうすごいですね、はい、魚の釣れる数が増えてなおかつバラシが減りますから。そうですね。イコールキャッチ、ね、キャッチする数は確実に増えるんですよ、はい、増えますね。これが増えちゃうアイテムですね。そうです。 C-3000HGM です。 C-3000HGF、はい、覚えました。よろしくお願いします。ノイさんもう一回言ってください。 C-3000HGM です。合ってますか。合ってますやりました、はい、大丈夫です。これがまず一つ目のアイテムなんですけど、はい、もう一本はですね、はい、エクステンスシリーズ。エクステンスシリーズ出ました。シマノのこの一番最高級のブランドです、はい、エクステンス。これにブラックシップ追加機種が投入されました、はい、S-803LFS、はい、LFS、はい、L はライトの L、はい、F はファーストテーパーの F、はい、で最後の S が、はい、ソリッドティップの S なんですね。ソリッドティップですね、はい。シマノ初のシーバスロッドのソリッドティップ搭載モデルです。シマノ初です。ソリッドティップ。これがやばいです。やばい顔でしたね今。やばい顔したでしょ。これでやばい。見てください。これ、はい、ほーらー、これはもう曲がるんですよ。ショートバイト的にですね、やっぱり激戦区の、ね、ショートバイトを確実に拾いたいですし、はい、でそれでまあソリッドティップ使えばそういう弱い質のバイトをしっかり取っていけるんですけど、はい、従来のモデルと何が違うかというと、はい、これカーボンソリッドなんですね。なのでカーボンのソリッドなんですけど、はい、操作性が良くてルアーがちゃんと出なくてところに入れれますし、あと感度があるんで、はい、ティップでソリッドティップでノリがいいにもかかわらず感度があるんでその当たりも取れていくという、はい、なるほど、はい、素晴らしいですね。島野さんはですね、その、はい、ソリッドティップにすごい技術がありまして、はい、メバルのロッドとかそのライトゲームで今までタフテックっていう素材があったんですね、はい、それをコンポジットしてますから、はい、かなり次元の高い仕上がりになってます。素晴らしいですね。これからの時期特にビヨ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 自分でやっちゃうビヨ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 、俺にやれというか申し訳ございません。配慮が足りませんで、はい、合ってないみたいな、違ってないみたいな、タイミング合わない、噛み合ってないこちら何でしたか、ノイさん。この特徴は。いいです。かわいい。かわいいんで、もう大丈夫です。許しちゃいますか。間違いないです。まあ、ありがとうございます。こんな感じでエクステンス、バリバリやってますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。